ますね。あいだだだだ。聞いてますね。あいだだ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 。このまあの押さえてこれぐちゅぐちゅ言ってますよね。言ってますね。痛いだだだ。これリンパ液が溜まっちゃってるんですね。あいだだ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 。あいだだ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 。あいだだ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 。これ先生やっぱ柔らかくなるんですか。柔らかくなります。あ、なります。はい。で、まあ、今日よりも、はい、3日後ぐらいがもっとスッキリしますが、あ、そうですか。ちょっとね、ふくらぎとかはね、はい、ちょっと今日帰るとき足引きずりながら、ね、皆さん結構言われます。帰れるか。で、はい、それが取れてくると、あ、足軽くなったって皆さん言われますね。なります。はい。まあ、一応お伝えしておくと、はい、1ヶ月ぐらいまでもう2回目とか、あ、来た方がいいです。来られてくると、はい、足はどん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 楽になります。あ、ですね。分かりました。やっぱ時間経つと戻っちゃうってことですよね。まあそれはね、どうしたらね、やっぱりそうですよね。確かに痛いところと痛くないところはありますよね。分かりますね。これは確かに普通の人は絶叫するわね、これ。そう、普通の人はね、絶叫するんです。ですね。やっぱ左の方が硬いんですかね。硬いね。あ、やっぱり。硬いっすよ。いいてて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 いいてててていいてててててていいてて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 いいてて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 いいてて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 いいてて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 いいてててててていいてててて。この筋は見つけた。ああ、そこ痛いですね。あたた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 た。悪いやつ。痛い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 。右より痛い。グオー。だだだだだだだ。痛い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